M73 機関銃は、アメリカ合衆国で車載用として開発された機関銃である。空冷式、ガス圧補助式反動利用作動機構を持つ団体球団式機関銃で、走行戦闘車両の車載機銃として、それまで広く使われていたブローニング M1919 銃機関銃の車載型の後継として開発され、1959年に正式採用された。 車載を前提としているため、M1919 に比べ機関部の全長を短くし、発射機構も電磁式による遠隔操作が基本となっている。手動トリガーと装填レバーはチェーンを介して U 字型のハンドルを引く方式となっており、直接照準機も備えられておらず、m 1 9 1 9のように三脚化に仮装して、不評が使うことを前提としていないのが特徴である。 M73 は M1919 機関銃を車載型専用として回収した M37 をもとに設計されたが車載用にコンパクトにするために機関部全長を短くし半導利用式の基本機構に加えてガス圧作動方式を併用した設計に問題があり相談不良と排散や不良が多発するたま詰まりの多い信頼性の低いものとなってしまった。また、 M1919 をコンパクトかつ軽量にする目的で開発されたにもかかわらず重量が M1919 と変わらないことも問題点として指摘された。1970年には不良点を改良し若干軽量化された M73A1 が開発されたが、1972年には走行車両搭載基準としては M60E に そして M240 機関銃機関銃によって代替えされることが決定し順次更新された。M73 及び M219 は車載機関銃としては M48 戦車及び M60 戦車とその派生型 M551 空艇戦車の主砲同軸機銃として搭載されたのみである。トリガーをそれの移動式からピストル型グリップを備える。 通常の引き金式として、直接照準機を装備した地上型不評用の M73G も開発されたが、テスト運用のみに終わった。M73A1、M219 と M73 の違いを示した図。ありがとうございます。